河野ソロのそろそろ虹ですよだ。さあ始まりました。全国1億人のワロップファンの皆様こんにちは、並びに今日お越しの5万人のお客様こんばんは。ちょっと早いんですけどね8月23日木曜日、20を回りました。河野ソロのそろそろ虹ですよだ第21回ということでね、毎回ゲストをお招きしてお送りするこの打ち合わせなしの即興トークバラエティ、本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストはメトロポリチャン5。イエーイ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、早速この何やら音楽らしきものがかかっておりますけれども、はい、メトロポリチャン5、秋葉系アイドルをやってまして、はい、オリジナルソングがいっぱいあるんですよ。なのでその中から一曲、なんていうかね、地下鉄で、はい、あ、地下鉄の妖精なんですけど、はい、はい、分かる、はい、地下鉄で、はい、お出かけして楽しみましょうよみたいな歌をかけさせてもらいました。これ一押しソング？いえ、本当に一応ソングいっぱいあるんですけど、はい、今日は焼いてきたんですよ、CD を、はい、で曲順が分かんないからって喋ってきたら、5曲目ぐらいしか写メに映ってなくて、で、1、2、3、4、5、6曲目ぐらいに一押しがいっぱい入ってるんですよ。一押しが1曲目みたいな感じで、5曲の間に一押しとか二押しとかが入ってるんですけど、すね、はい、でも 5曲目ぐらいしか写メに映ってなかったんで、うん、何曲目に一押しが入ってるのか分かんなかったんで、写メ、うん、に映ってたうちの中の地下鉄ソングをかけてみました、うん、なのでライブでも歌ったことないし、なんじゃいそれ、大変ですよ。でも逆にレアですからね。あ、なるほどなるほど、そうですね、そうそうそう、なかなか聞いたことが、発売とかされてる、もちろん発売されてるんですけど、はい、えとこちゃん手売りしかしないんで。なるほど、そうそう、こうやってもし改めて初見のメトちゃん初めての人は、うん、あ、聞いたことない、そう、こんなレアなものが来てる、こんなあるんだ、じゃあ CD 買いに行こうよって、じゃあライブに行こうよみたいになるわけですよ。ライブに行くには何を乗っていけばいいですか？最寄りの地下鉄に乗っていただいたらすぐですさすがメドコちゃん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願い